ピアキングです。今日はこのコースやっていきます。スティーボズソーセージトロール。この制作者さんがスティーボっていう名前だから、スティーボさんのソーセージっていうことですね。しょうもねえな。で、説明文にウインナーって書いてるけど、わざわざ追い打ちをかけるな。誰が笑うのよそんなんで。なんでトロール制作者ってこんなにふざけてる人が多いんだろうな。で、このスティーボさんっていう方は、僕が思うによ、僕が思うに世界一人をバカにするのが上手い人なんですよ。そんな人の新しいコースですね。めちゃめちゃ楽しみだな。それじゃあ早速やっていこうか。クリア率は 0.9%。 そういやさ、爆中ができる人かっこいいって思ったことない？僕もできると思って挑戦してみたんですよ。ビビらなかったらこんなんできるだろうと思って。そしたらなんとね、4分の1ぐらい回転して思いっきし背中から落ちちゃった。めちゃめちゃ痛かったね。全然回転してねえじゃんと思って。じゃあここはゴルフって書いてるけど、なるほど、このメットを蹴ればいいのかい。そしたら何が出てくる？開幕なんもだよ。まったく嘘ばっかりつきやがって。ここでゴルフって書いてるから、てっきりメットを蹴ると思うじゃんか。なんかバネがあったな今で。この下に降りてっていいのかい？いや、ダメだダメだ、絶対そんなことまずいと思うよ俺今。となるとよ、このメットをかぶって一気に右まで行っちゃおう。それなんて。じゃあ思いっきり走って右まで行っちゃおうか。それで絶対にかわせると思うんだよな。邪魔するんだ。はい。そんなスペオ内科に引っかかるかよ。で、このハテナブロックを壊したら下が行く。そうなんだろ。クッパの登場が早いって。もうちょっとクッパをさ、ラスボスらしくさせてやってくれよ。いやだね。波やがって。でもこんなんで怒るほど僕の器は全く小さくないよ。さあ、ここで中間ポイントゲット。今日はビッコインコースか。久しぶりよしこ。今すぐそこに行きたい気持ちもあるけど、あえて最後にしようか。楽しみは最後にとっておく人間なんですよ。さあ、次はメットがあるけど、このメットを右に投げれっていうことかな。いやいや、怪しい。左なんじゃないの？そこに前を隠してるパターンで。いや、面白い面白い。左に投げるって思ったんだろうな、プレイヤーが。じゃあこれは右に投げて、このパックを襲ってきそう。ここに逃げておくか。絶対下のブラパも襲ってくると思いますよ。だからあえて一番危険そうなここで投げてみようか。そうすると下のブラパも避けれると思ったけど、意外と襲ってこないのね。もっと騙せ、もっと俺を騙せ。まあまあ、これはここでいいと思いますよ。わざわざギャリギャリに当たる必要なんてないで。ああ、いや、まだ間に合う。しゃがんでいけばいける。邪魔するな、マット。てかさ、さっき気づいたんだけど、ここで甲羅投げるじゃん。そしてもパワーブロック発動しないんだな。これもバグの一種かい。今日もバグコースバリバリかい。じゃあここでチビになって、なにバグりすぎでしょ。キノコを取ってからガリガリ当たって右にジャンプで、これで大丈夫で、ここ隠しブロックあったよな。で、この先に進めるっちゅうこと。うわ、ここもまた甲羅か。うわ、どこに逃げればいいだろうな。もう左しかないと思う。もうここ以外にある？お頼むからやめてくれって。この上、お前はいつもいつもなんで手待ちしてんだ。でもさ、なんかもう終わり近そうじゃない？ほらほら、扉があるじゃん。あそこに行けばもう終わりだと思うんだけどな。じゃあここはハリ、何もするなよ。ハリが移動してるとかそういうことはないよな。で、これでもう終わりだろかい。え、これ右を進歩すれば全部取れたっちゅうこと？いや、そんなことはないよな。で、ここでおわ、やっぱそうだよね、ここに戻ってくるよね。え、じゃあ他のところは何？一旦こっちの扉行ってみようか。こっち全部フェイクみたいな。いや、やっぱりあるよね。裏にバーとか隠してんのかな。まあいいや、一旦ここで隠れておきな。なんだお前。ちょっとさ、ピンクコインが取れるか確かめてみていい？このドアに入ります。そして右を進歩すればピンクコインが取れちゃったよ。なんで取れんだよ。え、このままゴールするとかそんなことはないよな。まあいや、一旦行ってみようか。この先はゴールがある。え、どういうテイスト？え、今日マジでわけわかんないんだけど。まあこれは上に行っちゃう。あ、わかった。ここで何か違うのが出てくると思ったら本当にスターだね。このままゴールしちゃうよ。え、何今日のトロールコース。で、これちょっと待って、上やっぱ何かしてくると思った、見えたんだよな。え、しかも動けねえし。なんで当たんねえんだよ。バクバクしてんじゃねえ。どうする、ゴールする？いや、そんなわけにはいかねえよな。他の土管とか扉も気になるもんね。だから一応このコースを全体的に楽しみたいと思いますよ。じゃあ上に行ったら CH が来ると思ったけど、何もない。ここは隠しロックもないね。で、わー、
今のは俺のミスだ。ここはちゃんとジャンプして進むんだ、バリー。そうだ、それでいいんだ。そしてこのパーウリをされた。さっき何もしてないのにオンオフが変えられちゃったんだよな。じゃあ右行ってすぐ左押しっぱ。おー、これでいいのか。そして上の土管は違ったと思いますよ。さっき下に土管があったじゃん。だからあっちに行くのが正解だ。バサバー、左行くとオンオフが変えられる。だから一旦左行かなきゃいけないのか。で、ここでパンを落としますと。そして下に行けば土管に入れる。これでもう終わりなんじゃない？全然嬉しくねえよ。ピンコインがないのに何をやってんだ。え、この動画の終着点は何？結果さ、この右上の土管に入ってもうゴールすればいいものを僕はずっと謎の行動をしてるわけでしょ。大丈夫？早くゴールするのが終わりそう。え、なんだお前、お前が一番なんだった。ここは走っていこっか。痛むからでいたわよ。で、この50コインは取りに行ったら罠に引っかかるっていうのがわかる。でも取れるんじゃないよこれ。取れるなら取っていこっか。つまらないものをお見せしました。まあ僕の動画自体つまらないとは思うんですけどね。なんで？一つ一つの仕掛けがマジでうまいのよ。こん中にバネがあるとか誰が想像できるよ。いや入ってったの見えたけどさ、てっきりパンブロックが跳ね返るとか思わないじゃん。お前こっちかんだよ。これはどうしようか。叩けばいいのか。ダメ！投げた瞬間ジャンプ。これで終わりっていうことなんじゃないですかね。上に行きの。もうダメだよな、本当に。好奇心を持っちゃう。好奇心を持つイコールやられるに繋がるもんな。で、全然嬉しくないんだよな、ここも。じゃあ次の場所に行こうか。で、次はもう左のヨッシーの場所だけなんじゃない？多分、あ、まだここもあるのか。いや、ヨッシーの場所も行きたい気持ちもあるけどね。まあまあ、ここが終わったら行きましょうや。で、これはどうすればいいの？あいつをうまくかぶれって言うのかい？任せなさい、カポンメージ。あ、バネをもらえたね。一旦バネ投げてみようか。そしたら面白いじゃねえか。それはさ、誰もがトゲゾウがビヨーンってなって上に来ると思うじゃん。え、じゃあこれどうすればよかったんだろうな。一旦避けてみる。あそこにばあちゃんがいた。テレサのことをばあちゃんがいたとか縁起でもねえことを言うなって。もう90歳近いけどまだバリバリ元気で生きてますよ。言うて、たまには家に顔を出さんねえってこと。うわー、それはだすげー。罠が分かればこっちのもんよ。二度も同じ罠に引っかかるかってんだ。それは卑怯じゃないか。二度もたくさんの骨を落としてくるなんてさ。じゃあ一番左か。ここだったら落ちてこないとかない？大丈夫、今度落ちてこないな。じゃあ走っていこうか。いけ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 。うこっちゃん、うどんどん。左がダメなら右を叩けばいいだけの話さ。そうだろ。もう終わりにしようや、テレサよ。ビスイッチを叩いた瞬間すぐ右のドアに入る。お前邪魔なんだよ、さっきから。そんなにカリカリしないんだ。開いた心でやっていこう。よし、これでゴールなんじゃないか。ゴールでもないね。ビッコインがないっていうのはこんなに寂しいもんなんだね。じゃあ次はヨッシーの場所に行こうか。ヨッシーの場所ってさ、何にもないとかそういうことはないよね。ちゃんとステージあるよね。あるある、よかった。で、こいつを食べて、食べるなんて。じゃあこれどうやって通す？バイベルが降ってくるとそんなの分かるか、ポッケモン。右下のブンブン、何あれ、なんかの剣でも受けてんのかな。じゃあここで吐きます。誰だお前。最初はトゲゾウだったんだよな。じゃあこのトゲゾウ吐きます。で、次に含むやつがちゃんとバブルだね。だからこのバブルを食べて吐きますと。そして、うん、邪魔。あいつこのために設置してたのか。上は、左は、いけんね。右は、いけませんね。あいつ体張ってんな。めちゃめちゃいいゴールキーパーになれるよ。いや、っていうかこれちょっと小さくないか。もうちょっと2個置きぐらいで行こうぜ。この石エッジはただ落ちてくるだけ。なんだその簡単な仕掛けは。じゃあこのまま右に行っちゃっていいのかい。まあよし、よし。え、なんだそんなの、どうなってんの。ちょっと、もうちょっと右まで来てくるって。そうしないとこの上登れないじゃんか。よしかー。いや、ちょっと待て、この上から行けるかもしれねえ。無理だよ。だからここはもう走っていけっていうことだとは思いますよ。バカとね。ここは走る、そしてしゃがむ、そしてここはすぐにヨッシーを捨ててこの土管に入っていこう。これでもう終わりなんじゃないかな。あ、やっぱそうだよな。そして最後にこのピンコインを全部集めてくるわ。いや、最初にさ、あのドア選んだのめちゃめちゃすごくないかな。いつも2分の1外すのにね。じゃあここは一旦左に逃げておけばいいっていうことだったね。そしてこのパワーブロックで倒してこの場所でゴールができると。そういうことだ。よっしゃー。何をやってたんだろうな今。
今日はね、なんかいつもと違うようなトロールコースだったけど、めちゃめちゃ面白かったね。やっぱりこの方の作るトロールコースはめっちゃ好きかもしんない。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ作るコースはこのコース、 B スイッチ踏んだら奈落行き、命がけのデスゲームハードモードで、説明文に前作のハードモードだよ、桁違いに難しいから注意してね。まあ前作が分かんないんだけど、クリア率から見てもめちゃめちゃ難しいコースなんじゃないんでしょうか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.41%。 いや久しぶりにやるね、 P スイッチ踏んだら即終了コース。僕正直言っていい、結構ね、この P スイッチ踏んだら即終了っていうコースはめちゃめちゃ得意かもしんないのよ。見て見て見て、この軽井沢まあここはめちゃめちゃ簡単なんだけど、まあこっから開始っていう感じだよな本番は。でもこんくらいだったらまだまだ僕を苦しめることはできないよ。じゃあちゃんと進んでいこうか。さあこのドアに入って、どん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 難しくなってきてもいいよ。いや、こんなにさ、P スイッチの隙間があったら余裕でいけ、あーいや違う、ちょっと寒いから手がかじかんでただけという言い訳をしておく。さあセーブって書いてるのかな、 SAYE にしか見えないんだけどね、セイエーみたいな。なんだお前、あ、P スイッチを出すとか、てっきりさトロールのやりすぎで魚とか出してくると思った。これちょっと難しくないかな、いける、いやーなかなかやるじゃないの。うわ集中しよう、ちょっと無言になりたいと思いますよ。ほらな、無言になっちまうよ、こっちのもんよ、やめてください。あのさ、正直に言ってね、みんな僕って下手くそばっかいや気持ち的にはね、もうちょっと P スイッチ密集しててもいいなって思うんですよ。さあここは一回いけませんですわー。 P スイッチを別に踏んでもいいやと余ったれた考えを持った自分がいるわ。でもそんなんじゃダメだよな、見てるみんなのストレスになるかもしんないからさ。だからこういうところはね、じゃじゃっとクリアしていきますよたまたまうまくいったぜ怖え、どんどん怖くなってきてる、なんか狭くなってきてない、 P スイッチの感覚っていうのがさ。ここは無事いけた。でそろそろ中間は来た、ラスト、こっからめちゃめちゃ難しくなるんじゃねえかな。うわ P スイッチの密集度がすごいけど、こういうの楽しいぜ。さあどん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 いっちゃおう。でここはジャンプジャンプで、ここもジャンプジャンプ、下は簡単だな、ちょっと左が難しいんだよな、これはいける、マジでちょっと集中して、何言ってんだこいつって思ってるかもしんないけどね、喋りながら P スイッチを踏んだらブル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 みたいな、あどうしかできないのよ。僕は勢いだけの実況者なんだ、だからそれが面白いって思ってくれる方だけ見てくれればいいんだ。最近コメントでね、歯と歯だけで実況してもそんなに変わりませんねっていうコメントをもらったんですよ。嬉しいかどうかはちょっと僕謎なんだけど、だから今から歯と歯だけで実況していこうか、またそんなに変わんないんじゃないかな実況の感じって言ったら、はっふっこれさ、Pスイッチ踏まないでいける？一番右のPスイッチがあるじゃん、あいつを踏んでちょびちゃんでゴールした方がいいんじゃねえかなと思うんですけど、よっしゃすごく楽しい P スイッチ踏んだら即終了コースでした。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオワンスクリーンシャープ40。このコースはね、サムネの見たまんまだと思うんですよ。ちくわブロックに乗ってちくわブロック落とす、そんで落ちたちくわブロックを乗り継いでゴールしろっていうコースだと思うんですよ。それじゃあ早速やっていこうか。クリア率は 0.59%。 最近さ、トロールはいいんだけど、一発マリオのネタが枯渇しまくって、これが最後のネタなんだよね僕の。だから今後どうしようかなってマジで悩んでる。まあこのちくわブロックを落として、ちょっとマリオ見えねえなこれは難しいわ。ちくわブロックって何秒ぐらいで落ちんだろうな。ちくわぐらい乗れ、多分1秒ぐらいだと思うんだけど、まあまあ見ててくださいよ。1、2、3、4が泣きちゃう。ただもう分かったね、ちくわブロックを落とした瞬間に最小限のジャンプで下に行かないとゴールができないのよ。いやはや、今のがダメなら僕はもう分かんないそんないいからさっさね。この針がなかったら余裕なんだけどなそんな当たり前か、だから早いって。これねマジで超ムズ、久しぶりにこんな難しいコース当たったらこれはいいんじゃない。いやでもね、なんとなく感覚はつかめてきてんだよな、ほんとあと 0. 何秒くらい、やだーはははむずやりやった、これマジでめちゃめちゃ難しかったね。ぜひ皆さんもやってみてください。どうもご視聴ありがとうございました。